グラマリーナはポーランドのスタイリスト、ファッションブロガーである。彼女のブログでは、モデルを雇うのではなく、彼女自身が着ることで説明している。彼女のいくつかの服装は、課題、または、スポンサーのついたイベントのために作られている。ファッション以外に、グラマリーナはポーランド語話者のためのウクライナ語講座の主な著者でもある。グラマリーナは2011年の初めにブログを書き始めた。 彼女のブログはすぐに人気が出て、スポンサーの注目を集めた。当初は主にブログの読者にアピールしたい、ポーランドのオンラインの服職店と仕事をしていたが、数ヶ月後に、ポーランドのブランド、または国際ブランドによる多くのイベントに招待され始めた。2011年7月に、オーストラリアのジュエリー会社のディーバが、ポーランドのブロガー何人かを招いて、プロによる、 ストリートファッションの写真セッションを開催し、ディーバのジュエリーを使ったファッションを作った。2011年9月には、ガッタが何人かのファッションブロガーをイベントに招き、ジョアンナ・ホーラダインスカのデザインによるガッタのレーベルである、ジョアンダー・ソロディンスカ・ギャタを身につけたファッションを作らせた。2011年10月には、ブラックベリーとプレイがスポンサーとなり、 有名なスタイリストであるジョラ・チャヤの出席するワルシャワファッションウィークエンドに参加した。この時、ブロガーは自身で服を着るのではなく、キャットウォークでモデルに着させた。これらのイベントへの参加に関わらず、アトランティックなど他のブランドともファッションを作ったり、ブログで紹介するなどといった仕事をしている。ありがとうございます。